皆さんごきげんよう。Keep calm on T-shirts でございます。まず、今回の動画は皆さんにお詫びをしないといけないところから始まります。はい、前回のですね、動画でこのチャンネルにいよいよゲストが登場するというですね、ご報告したんですけども、申し訳ない。ですね、私今一人で映っているので、ゲストの方は、今回いらっしゃらないということになっています。ですね、これもね、このチャンネル始めて、2年間、ぐらい経つんですけれども、この2年ですね、皆さんご存知の通り、いろいろ、こうね、人と会ったりとかですね、それのなかなか難しい状況の時がいろいろありましたというところで、今回もですね、ちょっとそんな例のあるのせいでですね、ちょっと予定がですね、変わりまして、ちょっと、今回は、ちょっとお越しいただけなかったということなんですが、必ずですね、ちょっと、その方、お迎えしてですね、お話はしたいと思っておりますので、まずは、一部の方ですね、すごく楽しみにしてくださっていた方も、視聴者の方でいらっしゃるということだったので、お詫びを申し上げます。申し訳ございません。はい。ですね、先日ちょっとですね、視聴者の方とですね、お話しする機会があってですね、広瀬一人で喋っている人と喋ってた方が面白いという話が、意見も伺ってですね、そうですね、編集の竹さんとかですね、竹で支えてくれる川口くんとかと話してる時の方、動画の方が面白いという意見もありましたので、今後ですね、そんなことも、どんどんやっていきたいという話もその方にもしたんですが、しばらくしたらですね、そんな感じで、いろんな方とですね、お話をするという動画も、どんどん撮っていきたいと思いますので、お楽しみにしてください。で、今回はですね、まあ、その代わりというわけじゃないんですけど、ちょっと新しいですね、T シャツのご紹介をしたいと思います。こちらの T シャツで。バックプリントはこれ何もないタイプです。はい、これね、ちょっと概要欄にも貼っておくんですけど、私ですね、まあ YouTube の他にですね、まあポッドキャストなんかをですね、僕がメインではないんですけど、やってたりします。東京の新宿にあるロックバー、アップセットジアップルカートっていうロックバーなんですけど、このですね、バーのマサと一緒にですね、ポッドキャストなんかを撮らせてもらってます。そのですね、アップセットジアップルカートのマスターが、ロックバー読本というですね、書籍本を書いていらっしゃいます。これがですね、いろんな、ロックの名曲、あとですね、まあ名曲、皆さんあんまり、こんな曲ってあるんだっていう、ちょっとあまり聞かれたことがないような曲もですね、取り上げて、まあその独自の視点で語られているコラムなんですけど、そのですね、コラムの内容をちょっとね、深掘りするような、トークであったりとか、あといろんな、ゲストの方をお迎えしてですね、ロックにつながるですね、様々なお話をするというような番組をやってたりするので、ちょっと概要欄に貼っとくので、ぜひよかったら、ポッドキャストの方も聞いてみてください。で、そのマスターと一緒にですね、今回一緒、T シャツを作ってみましたということで、ここに紹介したという感じです。でね、アップルカードっていう、まあ、アップル、リンゴが入ってるね、リンゴをちょっとモチーフにしているというのと、アップセットジアップルカードっていう名前のですね、由来にちなんでですね、ちょっとそのマスターにこの、ね、文字を書いてもらってるというですね、ちょっと特別な T シャツです。ちょっと枚数がですね、たくさんちょっとないんですけれど、もしですね、興味のある方いらっしゃれば、このリンク先、YouTube にもですね、リンク先貼ってみますので、そこからですね、ちょっと T シャツもご覧になってみてくださいという感じで、今回は、そのリンゴの T シャツのご紹介という動画になってます。はい。メインは、ゲストは、お呼びできなかったというお詫びのご動画です。で、今後ですね、
またそういった形で、広瀬僕だけじゃなくてですね、いろんな方とお話をするというような動画であるとか、まあポッドキャストもですねやってたりとかするので、そこもぜひ、見たり聞いたりしていただけるといいかなと思います。まあついでに T シャツなんかも見てみてくださいという感じです。で次のですねシーズンの動画に予告的なこともちょっとですね出こうかなって思うんですけど、これらは次回にしようかな。はい、まあ、今回はお詫びの動画でした。それでは。